川崎競馬場、川崎競馬場、川崎競馬場、川崎レースコースは、神奈川県川崎市川崎区に所在する、地方競馬の競馬場。現在の競馬の主催者は、神奈川県川崎競馬組合、神奈川県と川崎市で構成する無事無組合で、土地及び施設は株式会社読売ランドから侵借している。浦和競馬場、埼玉県埼玉市、船橋競馬場、 千葉県船橋市、大井競馬場、東京都品川区と共に、南関東公営競馬を構えする。本校では併設されている、中央競馬の場外勝馬投票券発売所である、ウィンズ川崎、川崎競馬場内、ウィンズ川崎川崎競馬場内及び、ショッピングセンターのマーケットスクエア川崎イースト、マーケットスクエア川崎イーストについても記述する。前身は 横浜市の戸塚競馬であり、川崎競馬場は1949年に開設され1950年から競馬が開催されている。1967年度まで横浜市営競馬及び平塚市営競馬、2000年度まで神奈川県営競馬及び川崎市営競馬が行われ、かつては自治体ごとに別々に主催していたが、2001年度以降は、 神奈川県川崎競馬組合 A 競馬として開催されている。マスコットは馬で騎手スタイルの勝丸くんスパット4加盟競馬場。現在の川崎競馬場の地に最初に競馬場ができたのは1906年のことである。板垣大輔を中心とした京浜競馬クラブによって競馬が開催された。ところが1908年に政府が 馬券発売禁止令を交付して馬券の発売を禁止したため競馬を開催できなくなってしまった。実質的な開催日数はわずか15日だけであったという。後地には当時の川崎町長によって富士ガス宝石の工場が誘致され1915年に創業を開始する。工場であった時代の1930年には工場の労働葬儀を支援するため 煙突男が出現して、世間の話題となった。その後、1939年に、工場は東京電機、現、東芝に譲渡されたが、太平洋戦争中の空襲により消失し、戦後再び競馬場が復活することになった。ダートコースの砂は従来は、仙台産のものが使用されていたが、2011年5月から、青森産の砂に入れ替えられている。 2014年12月からは、産地が六か所村から東通村に変更されている。競馬場としては、コースの奥行きがない構造であることから、交正面や3コーナーなどの仕掛け所を、スタンドから一目瞭然に見渡すことが可能である。そのため、仕掛けやハンドリングについて、機種の交接が、はっきりと観客の目にもわかるという特徴がある。 またコーナーが極めてきつく人気場であっても勝利させるには高い機乗技術が必要であり、馬の能力と同様に機種の腕も大きく問われる。現在は1号スタンド、1983年12月春行と2号スタンド、1997年4月春行、2016年2月リニューアルがあり、2号スタンドは1階に佐々木武美元機種を記念するギャラリーが設置され、 また、ウィンズ川崎として、JRA の馬券発売及び、払い戻しを行っている。指定席は1号スタンド4階に特別観覧席、B、1500円と、ボックス、3から6人用で、席数 X1000 円。2号スタンドには3階に、特別観覧席、S、2500円と、個室、8人用で1室16000円。4階に、特別観覧席 A。 1500円プレミアムシングル、2500円ボックス、3から5人用で、積数 X1000 円がある。川崎競馬場の場内食堂には、食べ物が豊富に揃っている。名物として知られるものには、タンメンや焼きそば、辛口があるが、パドック横の手作りコロッケや、チキンフライも人気がある。またスタンド内にも、中華料理や、そば、 かつも継ぎ込み等の店が立ち並び、そのバラエティの広さは東日本地域の全公営競技でも有数と言われる。ちなみに、現在では競馬場内で名物と銘打って、タンメンを提供する店舗が複数存在するが、場内タンメン屋の実質的な元祖と言える。タンメン専門店の国広は、店主の引退によって2004年3月31日に閉店した。 国広があった場所には別の店主が出店している。ナイター競馬の開催場で、1995年より、川崎スパーキングナイターという名称で実施している。全国の競馬場で、最も敷地面積が狭く、全国の競馬場でただ一向正面の奥に、大型ビジョンが設置されている。簡単に言うならば、競艇場などと同様のレイアウトである。このため、 内場場の芝生スタンドからも大型ビジョンによりオッツなどの情報を容易に取得することができる。内場場地区の東半分は一般駐車場となっている。コース東側の入り口から地下通路を通って入場する。この駐車場利用者のための入場門が内場場にある。また西半分は投票所と芝生スタンドとして開放され、メインスタンド側とは地下通路でつながっている。 なお、芝生スタンドの芝は施設所有者である株式、会社読売ランドのゴルフ場のノウハウを用いた手入れが行き届いている。駐車場は、有料、500円と無料の場所があり、同競馬場での開催や場外発売が行われない週末では、ババ内駐車場を利用したフリーマーケットがしばしば開催されていたが、ウィンズ川崎の開設から、 ババナイ駐車場は JRA 発売日が有料に変更されている。また、近隣の川崎競輪場が開催されている時も、ババナイ駐車場が利用されていたが、2012年4月より、北側の立体駐車場に変更されている、競輪場までの無料送迎バスあり、日本中央競馬会からの委託により、2011年12月3日より1号スタンドに、 JRA のウィンズが設置され、JRA の開催日に全レースが発売されることになった。正式故障は、ウィンズ川崎、川崎競馬場内で2016年2月20日からは2号スタンドに移転し、発売は100円単位。なお、川崎競馬の開催に関わらず平日払い戻しは行われない。大体開催日は、発売、払い戻しは実施しない。 発売、発売なし。その他の詳細は、大井競馬場場外化け売り場、場外勝ち馬投票券発売所地方競馬の、場外勝ち馬投票券発売所を参照。他、2018年現在、2011年をもって廃止。2012年からは、新馬戦は、スパーキングデビューという副題が付けられる。一着賞金も250万円に増額されるが、 JRA 認定はつかなくなる。サラ系の競争のみ、かつ現在設定されてある、思考距離のみ記載。参考資料、川崎競馬公式サイト内、川崎競馬場レコード。バレエは、現表記、所属機種は年々少なくなってきているが、今野忠明は、南関東リーディング上位に立ったり、中央競馬でも活躍するほか、ベテランの森下博士。 中堅の坂井忍に、若手の山崎聖子、町田直樹も多常や中央競馬で起乗しては、結果を残すなど、川崎本場や川崎競馬以外でも川崎所属騎手の活躍は目立っている。川崎競馬場は、施設が狭いために旧車が併設されておらず、旧車は、幸い区小向中野町の玉川沿いの一角にある。また、 旧車地区と多摩沿線道路を挟んだ向かい側の多摩川の河川敷に一周1200メートルの徴用のダートコースがあり、調教はこのコースで行われる、地図上では川崎競馬練習馬場と表記されている。2007年10月8日より来場するたびにポイントがもらえる、勝丸くんカードを無料で発行している。カード発行条件は20歳以上で身分を証明するもの。 運転免許証や保険証などを持って、1号スタンド1階のファン案内所にある申し込み用紙に必要事項を記入して提出する。1回来場すると、来場回数が加算され、勝丸くんポイントイコール10ポイント、重症レース開催日は20ポイン、ト、山田電機で使用できる山田引換えポイントイコール50ポイント、重症レース開催日も50ポイントがそれぞれもらえる。なお、ポイントは、 確入場門及びファン案内所にあるポイントカードオーダーに、勝丸くんカードを投入すると加算される。ただし、ポイント加算は、川崎競馬開催中の1日につき1回で、有効期限は最後にポイントを加算した日から1年間で、ある。スカパーの南関東地方競馬チャンネル CH120CH678 では全レースを放送している。 CH120 は標準画質から HD 放送への移行に伴い2014年5月31日にて放送終了詳細は南関東地方競馬中継を参照2012年4月からはダートグレード競争を同年10月からは重症競争をグリーンチャンネルで放送している詳細はグリーンチャンネル地方競馬中継を参照 2016年5月24日より TVK サブチャンネル a 3 2 c h にて川崎競馬の中継を開始する。2016年度は重賞レースの開催日を中心とした iPad 発売日と正月開催のみ中継していた。2017年度より開催全日程で中継を行う。競馬場敷地の北東側には93号スタンド。 1971年3月春工が存在していたが、2010年11月から、外向きのグッズ売り場を除いて閉鎖され、その後旧3号スタンドを解体し、跡地を商業施設とすることが2013年4月3日に発表された。施設は株式会社読売ランドが所有するが、管理は東急不動産に委託し、運営を子会社の東急不動産 SC マネジメントが、 行う形態で2016年2月18日にマーケットスクエア川崎イストとしてをオープンした。建物は5階建てで1階から3階までは商業施設となり4階から屋上までは駐車場となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。